来てるのか怖いね、病院が怖いね。大丈夫大丈夫。みたいにするわけにいかないねって笑ってた。ありがとう。座んでください。昔そういうことしてありましたよね。言うけどさ。そうね。お母さん私たちにやったんじゃないけど、やったけど。全然そんなない。主人も吸ったらと。言う方は簡単です。やる方は言う。今日異様にいっぱい布団にもついてたので、で、ごめんね、そうそう、それをもらってかないといけない、全然全然、で、今日、何回もね、最低3回だけど、もっと回数やっててくださいね。分かりました。それからお口にチャレンジやらせてくれるかな、これ舐めるだけで。それもないからもらって、ごめんごめんごめん、ちょっとこっちにしよう、よいしょ、あ、もう感じちゃった、嫌になっちゃった、違う、感じちゃったんだよね、これちょっと使うのに嫌なんですか、嫌なんだっけ、嫌なんだ、すいません、肛門腺軽く、肛門腺軽く、怖いね、お尻も。なんとかでも大きさこれで止まってはいますね。もう肛門腺し、あんまり強く絞れない。出血させちゃいそうで。優しく、出る範囲でね。はい、じゃあもう一回こっち向いて。スーパーライザーも来て、1分で。1分で。トントン、はい、腰とね、ダメだ、できないな、だからこれ腰と鼻、目隠しで鼻口、目薬さ、はい、2本出しといていいですよ、いいですいいです、抗生剤だから、で切れたら、あ、ね、新しいのがなくなったら、はい、もらうと、じゃないと切れちゃうとこれ効かんくなると困るから、うん、目薬は2本ね、お薬はまた1週間ね、はい、今日は来なくていいよねって言ってたらそうなるだろうね、あ、お薬ってまだ1週間あるの、それが先生 A がない、 A がない、黄色いやつ、黄色いのそうそう、うちにあった治療がそうですね、 B はある、B は1週間だけね、ここあと B はあと何日か、 B って2日に1回ですよね、そう、それはあります、ちょっと待って、 A がないんだよね、ないです、でもう一つなんかわからない薬があって持ってきました彼女に渡して、あ、私は、はい、ちょっとこっち向いてくれる、もしもしもし、なんてみがなんてみが、ないじゃん、これは、中田さん、インターベリー、はい、2本作って、2本、その前に吸入用して、吸入と酸素、ごめんなさい、注射打つ、インターベリーがなくなっちゃったから、あとでね、注射は1本打ちますね、で、ちょっと吸入します、はい、3分ぐらい、あ、3分、10分ぐらいで、せっかく吸入するから酸素もだんだん流しますからね、はい、一回顔をちょっと見して、はい、OK。